さあやっていきましょうか。ボス連戦のブリッジ、ブリッジじゃねえ、ブリッジ。誰が走や、村行かなあかんねん。で、とりあえず変態くるくるチェンソー野郎が来るんだけど、行こうか。まあ定番はサックーンと、こんないきなり俺には時間がないんだ、邪魔するな。時間がないんですよね。さあ、おいでくるいって、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、予想外のダメージ、ちょっと待って、おお、近い、来てわ、しかもこれあれだ、どこでどうなってるのかさっぱりわからない。うわ、しかも煙の実、違う、黙々の実って言ったっけ。おお、走っておいで、うん、ちょっと待ってよ、砂ぼこりが激しすぎて一体どこにいるのかがわかんない。あれ、消えた。ああ、行き過ぎただけか。めっちゃ走ってくる、あれ、外した、下手くそ。意外と回転力遅いな。オッケーオッケー、よし、あ、燃えてきた、ほら燃えてきた、熱くなってきたぜ。もう帰りか、これからもっと熱くなるのに。腕があれなんだよな、多分な、このチェーンソープロペラーノでくるっと回っちゃって消えちゃったんだろうな。あのね、やつがどこにいるかわかんない、すごいね、ドゥンドゥンいってる。あれ、こっちに、おお、いつの間に右に行ったんだ、激しいな。あ、くる、お、よし、燃えるぜ、バーニング、チュイチュイ、爆発させといたらなんとかなんじゃねえかと思う。うー、走、おうおうおお、食らってる食らってる、やっぱりそうか、爆発に弱いね、青春の爆発だ。ちょ、やばいやばい、一気に燃える、皮膚が溶けてる、やばい。暴れてんな、ちょっと待って、うよき、じゃあ終わらない、くるっと降りてって、このゼロ距離まで、ウキウキって、あ、ちゃ、ああ、終わったわ。開始2分半で決着がつきました。この爆発ダメージを食らないんだもんな、イーさんな。ほら、もう見て、もうみんな何が起こってるか分かんない世界だよね。なんでこうなったんだろうな。どうなってんのこれ。ね、ふわってなってる、ふわって、う、急に画面が。ねえ、ほんと青ざめてるよね。誰かさんの顔みたいな。スクワットをめちゃくちゃやった後のトレーニーの顔ってこんな感じになってるんだよね。分かる人は分かる。やっぱりね、筋トレやってて一番ね、あの、青ざめる瞬間ってスクワットというか、もう足トレやった時だから、ね、葉巻って美味しいのかな、どうなんだろうな。タバコはね、まあ一応吸ったことあるけど、疑似的に、うん、肺まで食べ込んでとかってやったら本当に体に悪いからやんないけどさ、あれだよ、1本吸うと 6分寿命が縮むらしいからね、6分から12分寿命が縮む。なんでそこまでしてさ、大して美味しくもないし、お金かけて寿命縮めるって何なんだろうねって思うもんね。よし、じゃあこれ、あ、ちょっと、あれ、ちょっと待って、まだアイテムがある。どこだいアイテムちゃん、ほら私に顔を見せてごらん、いた、君だね、会いたかったお薬液。気持ち悪い。さて、降りて、おう、これもよくわかんないんだよね。もう今どこの世界進んでてるか。お、あれ、こんなところにあったっけ？あ、こ、スクラップ B。こっちはないんだね。あ、装填ができなかった。じゃあこれで地上に戻って、バイソンを倒そう。ハイゼンベーク。慎重に。風がピュッて吹いたら、下にヒュッて落ちちゃうから。そんなことないよ。あ、ガチャ。ウィーマイリバース。右手に伸ばしますわ。走っているようで走れてないイーサン・ウィンチャーズでございます。ほーら、もう外が透けて見えるよね。カチャヌ、なんジバジバの実、ジバを自由に操ることができる。これほんと便利だよね。まあここまで来たらバイオの世界じゃないっていう気がするんだけどね、まあ、そこはまあ悪くね、大したもんだ、まあ、実際ね、あれだよね、ウィンターズ操るってなんか、なんかショルダードパンツァーとかさ、俺にも予定があるんだ、相当が分厚くてガッチガチのやつとかさ、てめえには消えてもらう、操って
なんかライカンとかぶちのめしたりとかする瞬間、そもそもでもさ、根本的なこと言っていい？マーセナリーズでさ、ハイゼンベルクさ、マザーミランダが使えるようになるわけでしょ。マザーミランダじゃねえや、ドミトリスが使えるようになるわけでしょ。なんだけど、そもそもライカンとか襲ってくるのなぜってなるの。あれカドゥーを、カドゥーを、カドゥー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 、正しい発音は何なんだろう。まあ、それをさ、植え付けたさ、四貴族ってさ、いわゆるそのライカンとかさ、もろわい形のさ、ボスなわけだよね。模範を犯され、模範を、模範か、をね、起こされてるようなもんっすよね、それね。畜生、またか。そんな話をしつつ、畜生、またかってね。本当地下降りるの好きで、ハイゼンベルトタッグを組むと地下に降りることができます。じゃあくぐっていって、もうね、透けてんだよねこれね。これ開けた瞬間にさ、クリスがまたね、なんか変な打ち方して待ってたりとかしたら面白いんだけどね。さすがにそこまでは透けて見えない。いよー、横にいた。あれ、こんな関わるなと言ったはずだぞ。あれ、なんかもっと顔ゴリってなかった。邪魔をするな。割と爽やかだな。なんだ偉そうに。ミヤを殺したクソ野郎めが。俺がミヤを殺す？あれはミヤじゃない。そうだ、ね、ランダだ。わけも言わずにさ、いきなり目の前で嫁さん撃ち殺されたら、しかもさ、擬態能力でマシンガンにあれだけズズズズって撃たれた後にさ、あの銃撃でも殺せ、悪いな、とどめを刺しに来たんだ。とどめの反動が失われてたら、そりゃぶち切れるわ。なぜすぐに言わなかった。もし知れば介入すると思ったからだ。民間人を巻き込めば、嫁さんが目の前で殺されてんのに。民間人って言う割にはさ、トレーニングを済ませるっていうクリスの矛盾で、この後なクリスな言うセリフが本当もう突っ込みどころ満載なんだよ、ね、一人で突っ走るな。お前や、そうか、イーサンに言わずに、お前や、お前には説明しておこう。ということで全貌が明らかになります。レンチを出せ、はいよって。意外とメカニックなところがあるんだよね。パソコンのタイピングも上手だしさ、ね、小島店員さんの動画なんかでソフトオンデマンドを立ち上げるクリスみたいなワンシーンもあったりとかしたけど、手短に言うとミランダは正気じゃない。この村の化け物たちは全て奴が生み出した、ね、マザーミランダっていう存在はまあ知ってたけど、それが果たして、ね、どういうそのなんだろうな、家族を現れ出現したのかまでは把握ができなかったみたいですけどね。あの、だからここからも出られない。オズワルド・イースペンサーと関わってて、実はいや、そうでもない、 T ウイルスをアンブレラが作るのに、これを見ろ、このマザー・ミランダが関わっていたみたいなね。数分前に部下から届いた、数分前に部下から届いた、その先をこの間まあまだからね、儀式をやってたってことだね。どうせまずい、行かないと。落ち着け、今は部下が監視してる。やつは娘を、裕福を分かってないな。ゴリラ、お前一人ではミランダには勝てないの形が分かるの相当すごいよね。まあ脱いだらほんとムッキムキなんだろうな。まあ真冬の中で、俺は戻って爆弾を仕掛けてくる。エレベーターを使え、地上で会おう、もう本当俺たちで必ずローズを救い出すんだ。筋肉がつきすぎて共にな。冬の感覚というか寒さの感覚が麻痺してしまったやつみたいな感じになってるからね。やつを終わらせてやる。弾抜かれたんじゃなかったっけそれ。よし、それじゃみんなのこの笑顔、これを使え、これを使え、忘れるなよ、忘れるなよ、一人で突っ走るな。お前が言うな。もう全世界のバイオハザードファンが総ツッコミを入れた瞬間、お前が言うな、6や5の時お前一人で突っ走ってどうなったって、特に6の時にそれで僕は何人殺したのに貴様はっていうね。いやー、まあね、あの、何だったっけ、サイガロニク効果だったっけ、何だったっけ、あの、忘れて、ハロー効果か、自分が思ってるほどね、あの、本当にね、あの、IQ が低い人っていうのはさ、自分が思っているよりも自分が賢くないっていうことを知らない、自分は優秀だ賢いだって思っちゃう人がいますから、ね、こいつはポリマーか、クリスってその傾向あるんじゃねえかって思ったりするんじゃねえか、うんうんうん、まあそんなのはいいとして、とりあえず待ってろローズ。どうだろうな、実はね、こんな武器を使ってはいるんですけど、あの、まあ、武器じゃねえ、この難易度、あ、じゃあ武器か、合ってるか、あの無限武器とか使ってさ、あーやばい、夜中ってできる無限武器とか使ってはいるんだけど、
なんだかんだね、このハードコアモードをやるのは初めてなんですよ。難易度として。シャドウビレッジは一応やったことがあって、ここのハイゼンベルク戦で10回くらい死んだんですよね。だからハードコアで一発でクリアできるかどうかっていう自信はぶっちゃけない。ちょっと難易度が下がるとしても、ねえ、もう過去のその、やっちまったわ。ゴキブリ並みの仕事ぞだな。そんなガラクタでやり合うか。ということでボス戦スタートですね。なら、ミランダとやり合う前の肩慣らしといっか。ジョッキン、肩をつけようぜ。おら、もうすでに、ああ。タイマンだよ。お前の死体も、俺の軍団に加えて。ちょっと待って、ちょっと積極的だね、君。そっち系？悪いけど、俺は女の子。いい大砲だろう、それよ。長く遊んでやる。もうハイゼンベルクとの戦い方ってなんか違う。こういうのになってくるとなんかバイオっぽくなくなっちゃうからね。どうなんだろうなって思うんだけど。そんなことして。あなたた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 。ホラー要素もね。アクション要素も織り交ざって。すごくすごい。とかさ、無限二重、ザテーマ、スパイプをフォームさ、無限二重、ザテーマとか、森をひたすら投げ系とかってあったけど、でもセブンで無限放射系ってなかったって言ったらな、クリス編でもなかったって、ね、銃とか、常に進んでいくっていう感じだったけど、肉体にひざまずけ。それだけはあのツオンヌに感謝しねえとな。ヤツにもらったツオンヌでヤツを殺す。これ以上ない親子を持ってわけだ。あ、ちょっと待って、鉄板邪魔。おお、来てる来てる。これで終わりか。おお、なんか長いな。これあれだよね、多分ね、あの、最近きっと、ユースタスきっと、君の夢を捕まえる。僕はよくそう、おおおお。だと思うんだよね。ユースタスキッドから多分パクってるんだよな。あれ何の実だったの？あれジバジバの実だったの？分かってないんだよね。俺は自由を求めて戦う戦士だ。中壊れる。あ、これ、はっ、そうだよね。あ、これちょっとまずいのね。これで、あれか、実家帰る。お、実家帰りそうやな。離れて。よかったリーチが意外と思ったより短かった。俺の鋼の包丁爆発。そしてゴリラ野郎。あのゴリラ野郎。だがまずはお前だ。いや、もう遠慮なくやられたんで、こっちも遠慮なくとどめ刺しに行ってあげるよ。あれだね。あれだ。タバが貴様を燃やし尽くしてやろうじゃねえか。これ多分、あ、終わったな。そうだね、終わったね。お疲れ様でございました、ハイゼンベルクさん。まあ、君のその力をもってしたら、まあ、ブリアス州ストレージだっけ？なんだっけ？ストレージじゃねえ。ストレージはなんか、細胞をアップロードするような能動的な、違う。ブリア州、なんとか。俺の話に乗ってきたら。あ、ブリアスのお兄ちゃん。うん。これだから、君大丈夫。これはもう操作いる。この中ミサイル発射するのに。E さんの操作必要とかどうぞ力をお願いいただく。ミランダごと潰したな。ゲッアロご収賞様。やめろ死ぬやつは
こんな奴にやられるはず。はい、お疲れ様でございました。楽しかった。ねえ。俺は、ミラクル様人気の高いキャラだけにまさかこんなことになってね、あのちょっとフィギュアで見ないと変異体がどうなったかっていうのが意外と見れないっていうね、ちゃんとちゃっかり宝物だけはゲットするというね、Eさんの強欲さが出ているよね。あれ今ちょっと待って、弾装填する途中だったけど、Eさん、爆音が聞こえたぞ。アルファって何が起きた、初代バイオのアルファチームだと、どうした、どんだけアルファ好きなんだ、ローズを取り戻す、一人じゃ無理だ、危険すぎる。いやー、なんとかボス2連戦無事クリアすることができて、疲れたなー、これローズ、これこのままクリス編が始まって、しかも終わることなく、なんかセーブポイントはなく、ミア、あ、ママ、ママ、大事だろう、私たちの娘は、私たちの娘は俺の全てだ。ああ私にとってもだ。ハイゼンベルクを消し、こんなところにそれからどうする、いたら、あれ靴履いてる、何か手があるのか、わからない、だがローズは助ける、愚かだな、銃向けてるもんね、まあそうだね、奥さんのこと気づかないでってね、まあ、ギターの能力であそこまでそっくりされたらね、お前誰だ、ローズは、どうぞ、さあ正体が現れましたね。やめて、わざわざ何、これはなんでここに来たんやろ、得意金の力を持つ、これが謎だよね、あれかな、ローズはその力を引き継いだ、儀式を滞りなく進めていくためにあえてイーサンを殺しに来た、あの子はエブリンさえも凌駕するだろう、もうあらゆるものの精神を操作できる、思うがままなすがまま、その肉体が欲しい、黙れ、いかにもダメ、近い、100年以上生きてるわけですよね、まあ、100年以上生きてるって、まあ現代だったらまあいるのかもしれないけど、この見た目で残ってるってね、もうもはや人じゃないもんな、記録しているのだ、ただしさて、あとまあ2パートくらいからクリス編やって、ボスでぶちのめして終わりだもんね、どこに行った、姿を見せろ、なぜローズが誕生したのか、どうも私はおばあちゃんでございます、いやもう長生きしてみるとこんなに腰が曲がるだよって、だがお前の力は把握できた、期待しないでね、100年生きてるとしたらこんな見た目になるんだべや、さあ開けてびっくりの玉手箱を下から飛び出していくよ、3、2、あ2できちゃった、恐れるな、イーサン、死は一瞬だ、均衡はお前も記録する、さあこれ抜き取って、本当はグロテスクバージョンだったら心臓つかんでるはずなんですよ、僕残念ながらその Z バージョンで買ったはずなのに、夜明けが訪れれば我が儀式は完成し、握りつぶせるはずのない心臓を握りつぶした手で、なぜか上から血がタラ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 、血が永遠に繋がる限りな、この瞬間この瞬間ほらほらほら、タパ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 タ、おかしいって、その前からなってないとおかしいんやから。さて、これまで長かったが、頑張るか。あれ心臓つかない低い位置なんだっけ。ついに我が願いが叶う。このまま連続でクリスやっていきますか。ようやく我が子と再会を果たす時が来た。現実のパパも頑張るよ。ちょっとこれか。